こんにちは、フーチーズ渋谷店錦戸です。バラトです。はい、今回は、こちらのボトムズアップですね。新しいの入ってきました。はい、うちの会社がクルーズなんですよ。クルーズマニアックサウンドっていうか、クルーズっていう会社があって、クルーズが運営してるのがフーチーズで、はい、だから僕らはクルーズの人です。クルーズマニアックサウンドオフィシャルショップってことですね。そうです、直営店ってことです、はい、クルーズ押してますねって言われますけど、うちがクルーズなんです。すいません、はい。そんなクルーズマニアックサウンドのボトムズアップ2023年バージョンがですね、はい、今までのと結構またガラッと変わったと思うんで、何が違うんですかっていうのを今日はやっていきたいなと思います。はい、はい。ボトムズアップ自体がもともとそのずっと定番で20年ぐらい前からあって、はい、で毎つどつどその仕様がいろいろ変わって、まあ、その時その時に合わせて変わっていって、で今回はカスタムコンポーネントみたいなところに、はい、まあ、立ち返ってみたいだと。そうですね、前のが割とバーサタイルでモダンっていう感じの人気シェイプだし、あ、そうだね、はい、なんかちょっとその音楽的にもちょっと一周してる感じが、あ、そうですね、はい、あるじゃん。90年代とも80年代の、はい、フィーリングもあるし、はい、ラウドロックにしてもそのブルースにしてもポップスにしてもちょっと立ち返ってる感があるじゃないですか、はい、だからそのニュアンスをまあ組んで考えたギターっていう感じか、はいはい、考えちゃうと。でスペック的にはかなりでもいろいろ変えてて、まずボディが3ピースになった、はい、で、うん、まあ、クルーズだとヴィンテージラインとかでワンピースボディとかをよく押していたんですけど、あれはまあ単純にその古いヴィンテージの時代に本当はワンピースが使いたかったけどないからオフセットの2ピースになってたよねとか、はい、だからじゃあ今だったらワンピース取れるから、うん、ワンピース取れる材が集まったら作ればとか、うん、まあ、そういう感じだったんですけど、あのワンピースってやっぱすごい鳴る、うん、芳醇な鳴り方という、はい、で、あの3ピースとか2ピースになるとやっぱタイトになっていく、うん、はい、で昔は3ピースってなんか安いギターのとかそういうイメージがどうしてもあったんだけど、うん、そういうことではなくて音的に3ピースをあえて選びました、うん、はい、まあ、真ん中のこう軸に材があって、はい、でウィングがついてるような感じなんで、はい、3ピースは3ピースのメリットがかなりあるなっていう、うん、まあ、それは今回やっても思ったっていうと、はい、でボディはフルシェイプにしてると、うん、はい、でフルシェイプにした理由はいわゆる昔 の、 そのスーパーストラトって呼ばれていた、はい、いわゆるヴィンテージギターに手を加えて、うん、新しいスペックにするというか、まあ、要するに手を入れてこうモディファイしていく過程で生まれたスタイルにしたかったんで、はい、フルサイズのボディでした、はい、で最初は3シングルだったものを後からハンバッカー乗っけましたみたいな、はい、うん、なのでポットも250キロのポットを使っている、うん、はい、最近だと割と500キロハンバッカーのリアに合わせて500キロを乗せて使うっていうのが割とセオリーだと思うんだけど、はい、昔はやっぱり250キロ3シングルのところに後からハンバッカーつけるんで、うん、250キロのポートだったことが、はいはい、で、今回やって思ったのはやっぱりこのシングルコイルの音がやっぱ優先される感じがして、うん、海外の人なんかにも聞くとそのスタックポットで上が250キロ下が500キロっていうポートを使って SSH の時は使ってるよっていう人がいたりとか、うん、まあいろいろあるんだけど、うん、こうなんかねリア要するにシングルコイルの音がメインなんでハンバッカーがちょっと上が抑えられた感じになるっていうか、はい、だその音がまたありかなっていう、うん、はい、あとはネック周りが結構いろいろ手を入れてて牛骨じゃないナットにしてますよと、うん、でナットの切り方も変えてネックもあの結構ねあのごついネックにしました、うん、太いっていうんじゃないけど、はい、ごついよね。そうですね、はい、ただ弾きにくくないと、うん、これはやっぱ弾きやすいクルーズっぽいシェイプに仕上げてあって、うん、とてもいい感じになって、はい、で塗装もサテンの塗装サラサラのサテン塗装なんだけど変えてま す、うん、そうですね、サテン自体をもっと硬いサテンに変えた、うん、でそれは単純にネックの音をガスッと締めたかった、はいはいはい、で一番の今回のそのトータルでいう目的としてはこの巻き弦のこの音と一弦のこの音を力強くしたかったんで、はい、それがすごい功を奏したというか、うん、うまくいった感じになってると思う。巻き弦のそのポワンをなくすってことですか。鳴らす目的が結構強かったんで、うん、鳴った方が当然いいじゃないっていうのがあったんだけど、はい、鳴ってるんだけど、うん、タイトにする感じっていうのかな、うん、まあ、それはすごい出てると思った、はい、でピックアップもそれに合わせて新しく作った、はい、
シンシンハム、うん、まあ音聞いてもらえば分かるんだけど、はい、アクティブみたいな音なんだよね。もちろんパッシブなんだけど、うん、ネックピックアップの音ですよ。僕ら普段鳴らしてる感覚からすると結構シャープで、うん、ハーフトーンもめっちゃ綺麗なんです。これネックとセンターのハーフトーン、うん、はい、こういう感じにして、で、なんでかっていうと、最近みんなボリュームとかトーンすごい使うようになったじゃないですか、うん、はい、フルで出てた方がいいんだよね、それは。ハイパスとかは入れてない、はい、なんだけどボリューム絞った時にちゃんと音になってほしいっていうのもあって、いろいろ踏まえてそういうピックアップになってる、はい、だから今これで PD1 をオンにしますけど、でこれでボリューム3ぐらいなんだけど、がずっと、はい、ちゃんとありますね、しっかり残ってる、はい、この感じにしたくてシングルはそういう、うん、でハンバッカーはあえてそんなにハイパワーにしなくて、ハンバッカーの音はハンバッカーの音で個性をつけて、はい、こことここでも別のギターみたいにしたかったっていう、うーん、はい、ちょっと前まではシングルからハンバッカー行った時にちょっと急にキャラクター変わる感じ嫌だから、はい、シングル寄りのハンバッカーみたいな流れがあって、そうですね、お客さんも求めてたと、はい、うん、ただやっぱやっていくと、だったら3シングルでいいんじゃないとか、はい、うん、なってきちゃって、うん、やっぱハンバッカーはハンバッカーの音がガンって出た方がいいよねみたいな、はい、だからこう、このシングルから、このハンバッカーのバランス感をあえてそういう風にしました。うん、でリードっていうかこのこの時にこういうハンバッカーの音の方が今使いやすいんじゃないかな、はい、だそのあたりを全部こう網羅した感じっていうのかな、なるほどですね、そうだからちょっともう弦を上げて、だから PD1 結構歪ませて、できます、うん、でもう一つシングルだったらトーンフルだと、うん、こういう感じなんだけど、トーンを例えばこれで4とかにする、そうするとちょっとヴィンテージ臭いコンプ感とか、はいはいはい、それが出るようになってる、うんうん、ちゃんと操作して、うん、やれるギターっていうのは、うん、はい、で、そのこっちリア側のハーフトーンは相変わらずそこは自動タップ、うん、オートタップ、はい、そうですね、でこのハーフトーンもきちっとハーフトーンになる、だから5ウェイの上から4つは完全に3シングルで、そうですね、リアだけ向こう側だけディアハンバカーバカーっていう感じの音になってる、はい、で、ちょっとリバーブ入れるけど、っていうのと、はい、あと最近その
センターピックアップで割とソロ飛ぶとかリズム弾く人多いと思うんですけど、に負けないようにセンターピックアップつまんない音になりがちなんで、はい、ならないように。してますよ。ミドルで結構トーン絞る。うん、はい、出る、がコリンコリンとしたところは出るようになってますよ、はい、っていうことですね、はい、でそれらのバランスを踏まえてこの6弦の、この音がどうしても出てないと、うん、そもそも これらのことができないんだよ、はい、すごい重要で、この音が、だから1弦で言っても圧倒的に強い。そうですね。6弦も、っていうのをやった時に、これ開放弦だけの話じゃなくて、こう押さえた時のやっぱりガツっていうのが出るようにしたくて、でこの出すためにやってることがその塗装の感じだったりとか、はい、ボディのスリーピースだったりとか、はい、っていうこと。要はその逃げないというか、グッて内側に込めていくみたいなイメージ。そうそう。力を逃がさないようなイメージっていうか。でタイトになってるみたいな。そうです。力強くエネルギッシュっていう感じっていう。そうそうそう。あはははなるほどですね。今回は 主にそれがメインで、うん、だから、はい、カッティングでこう。この音が結局ふわっとしちゃうと、はい、グルーヴが出なくなっちゃうじゃん。いや出ないですね、はい、そうなんだから 1,2,3 弦はあんまりこう下側で派手にしてないんだろう、はい、ピックアップの高さも、だその辺も含めて、だからコンプとか使わなくてもある程度キャラがもうしっかり出るよ、はい、でコンプは色付けでもちろん入れてもらっていいんだけど、はい、結局バラバラの音をコンプに入れて整えればいいじゃんって言うんだけど、そんなことなくてやっぱ1弦はコンプかからなくなるからさ、うん、2弦と3弦の音ばっかりコンプしちゃったりして、ああ音色のにばらつきが今度出てきちゃう感じですね、はい、でアクティブの頃ってポールピース割とスタガードじゃなくてフラットだったりして、はい、してるから、だから耳がいい人が聞くとなんかアクティブみたいじゃんこれって言うんだけど、うん、まあ今回はそういう意向ですね、はいはい、あとあの21、22フレットなんだけど、あの今までは21フレットから先にこう唾を出して、はい、指板面だけを伸ばしてこうやってたんだけど、うん、その指板の真下までこうネックジョイントが来ているっていう新しい構造になってて、はい、これはあの社長のラビットのシリーズでやってたステップジョイントから着想してちょっと違うバージョンでやったんだ、はいはい、またアレンジして、うん、これも結構効果が、はい、そうだから全体的にすごいごつくなって、うん、あの洋物感が出たと思うんだけど、はい、今回はちょっとそういう意向でやりましょうという感じでやりました。なるほどですね。バーチャーのステラ、はい、バーチャーですか、ディストーションだとじゃあっていう感じ、ボリューム 1.5 とか、はい、you
なんかボリュームコントロールめっちゃいい感じにいってますね。うん、J カーブっていうのもあるけど、はいはい、やっぱりそのピックアップの元がバーッとちゃんと出てて、はい、フルテンでなんか音作っちゃうとトーン絞った時とかボリュームトーン、はい、コントロール絞った時にもう音がなくなっちゃうんだよね。だからそうはしたくなくて、慣れるまでちょっとだからピーキーで扱いづらいかもしれないんだけど、はい、でも慣れちゃうと、うん、いいし、ね、普通だって 1.5 とか2っても音なんない、はい、でもこれバイパスでもこんだけちゃんと出てるから、そうですね、はい、それだけ何ですか、微妙なところ調整できるってことですよね、うん、そうね、あのあ原因感をほんと調整できるんで、はい、あ安直で弾いてる人でも、はい、ペダル使う人でも同じ、もちろんこのペダルがいいから、はい、さっきの PDR もそうだけど、うん、そのボリューム絞った時にちゃんと反応するっていうのもあるけど、そうですね、はい、でももうみんなそういうペダルは持ってるでしょ、まあそうですね、はい、まあ、だったらそのペダルちゃんと使えるようなギターのが良くないですか、うん、そうですね、うん、特にやっぱもう本当リード弾く人とかソロ取る人は 1,2、はい、弦こんだけパワフルだと弾きやすいと、うん、そうですね、うん、気持ち入りますね、うん、弾き心地弾き応えがすごいパンチあるから、うん、はい、だからヴィンテージギターうんぬんとかとはもう全然別の感覚で、うん、まあベーシックにあるのはそのヴィンテージギター、はい、僕らもそうだし好きな人たちが、うん、でもやっぱ潰し効かないよねってなってきて、はい、なんか例えばだけど、じゃあなんかのこういうペダルをいろいろチェックしてるときに、うん、ギター3本も取り替えらんないじゃんみたいな、はいはい、でもやっぱこの1本あればできますよっていう、うん、はい、単純にね、うん、まあ、いわイコール、まあ、プロ向けというか、最初にクルーズがだから作ってたプロのためのギターみたいなのをもう一回やるみたいな、はいはい、クルーズギターもリバイバルってことですね。そうリバイバルしてる。もちろんバンドマンの人でも使えるようになってるんだけど、はい、でバンドマンの人だったらもしかしたらもうちょっとピックアップ違う方がいいかもみたいな、はい、ところはある。うん、もうそれはエフェクターと一緒で変えてもいいんじゃんみたいな感じもあるし。で,、ね、はい、でこれがいわゆるアルダーローズ指板です。はい、でもう一種類がアッシュのメイプル指板。こっちがアッシュボディメイプル、はい、ハリメイプル。でこっちはもうやっぱり明るくて、うん、より反応早くて、はい、っていうギターです、うん、多分ギター好きな人は、アッシュにハリメイプルじゃ音パリンパリンじゃないのって思うかもしれないけど、うん、そういうことはないです、はい、うん、厚みがあるからですかね。厚みとか、ネックのごつさは結構あると思う、うん、はい、肉付きがいいっていうか、そのアッシュメイプルの悪いとこみたいなの全然出ないですよね。芯がやっぱしっかりしてるからですかね。アッシュの質が違うのもあるし、はい、もっと例えば重くて、はい、70年代みたいなアッシュだったら、はい、当然もうバキンって硬い感じ、はい、あの音はすごくあれでかっこいいんだけど、はい、あの感じになっちゃうと思うんだけど、うん、やっぱ多分ね、そのクルーズのギターだからっていうのがあると思うんだけど、はい、テンションバランスが逃げてんだよね、うまく均等になってるっていうか、はい、うん、だからそのピーキーな硬いギンっていうところが出てこない、うん、
パーンってなる感じになってるっていうか、であとは原稿を上げ下げとかゲージ変えたりすれば、はい、今これ1-0だけど、はい、あのまたそれ動いてきたり、うん、セットアップで持っていけるっていうか、はい、ベーシックがちゃんとなってればセットアップでいろいろ逃げられますって感じ、うん、今だからちょっと同じセッティングだったんで上かなりピーキーだったんですけど、はい、まあでも基本的には、うん、もうあの材の違いがかなり出てると、はい、老眼がやっぱしっかり出てくるのがいいかなっていう感じですね、うん、いいっすね。これ空間系をちょっと使ってクリーンでとかめちゃめちゃ綺麗にはまりそうですね、うん、歌物は特にいいと思うし、はい、やっぱよくリバーブかけるとギターの音分かんなくなりますよとか言われるんだけど、うん、んなことはないから、はい、いい音がリバーブで広がってるだけだから、元々ダメだったらリバーブかけてもダメだから そんなことはないです。ソロを弾く人は 1-2 弦強くて気持ちいいっていう話、気持ち入るよねって話しましたけど、うん、でもやっぱこういうコードとかテンションを入れた時の 1-2 弦がちゃんと他の弦と同じぐらい持ち上がってるっていうのが、それもポイントですよね、うんうん、やっぱあのこう響きに濁りが出るか出ないかだと思う、うん、そこはあると思うんだよね、はい、で親指でこうやる人はより6弦はやっぱりしっかり音を立ててくれた方がいいし、はい、という感じなので、はい、何本目かのクルーズにチェックしてもらいたいというのもあるし、はい、あクルーズってどういうギターなんすかって言われた時にすごいこれクルーズっぽいっすっていうふうに、うんうん、はい、言えるかなっていう、はい、ブルースやりたいなとか、はい、メタルっぽいフレーズ弾きたいなとか、はい、うん、ちょっとオルタナな感じとかっていう時に、うん、結局オルタナだからなんかそういうハイエンドのギターは合わないなとかじゃなくて、はい、いやオルタナも俺たち好きだから弾けるように作ってあるよみたいな感じ、うん、はい、うん、そのテンションコードとかその不協和音っぽいコード入れた時にその音ちゃんと出るようにしたんすよっていうのが結構これかなっていう感じですね、はい、そうなんでちょっと初めましての人にもぜひちょっと弾いてもらいたいかなっていう、うんうん、はい、ギターです、はいはい、というわけで、今回はボトムズアップの2023年バージョンですね。まあクルーズ並びにフーチーズが今その思い描いているこういうギターっていいんじゃないのっていうのが詰まったモデルになっているので、皆さんぜひチェックして、店頭で触っていただいて、いただければと思います。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。